それでは注ぎ選手にインタビューしたいと思います。見事フィドオンラインカップ2021第8戦優勝した注ぎ翔太選手ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。いや疲れました。疲れましたね。でも注ぎ選手ここ最近かなり調子上げて、なんか自分のダーツを掴んだような気がするんですけど、その理由は。そうですね、まあ、割と自分のダーツが、日頃投げてるダーツが今日は投げれてたかなっていうふうには思います。はい、今までどちらかって言ったら点取りはだいぶ良くなった感じしてたんですが、はい、ダブルの方がね少し引きずることが多かったような。そうですね、今日もちょっと優勝かかったリーグで40を3本外す、まあそこが自分のなんかダメなところっていうか決めきれないところだと思います。いやでもこの強くなったこの秘訣とかちょっと教えてもらえますか。練習方法とかなんかあるんですか、こう変わった理由っていうのが。でもやっぱりそのカウントアップを、シールドをやっぱ取りたいので、はい、先出してとりあえず60をひたすら投げるっていう、まあその練習というか、はい、そうですね、やっぱカウントアップが自分の中で身になってるのかなっていう感じですね。やはりそこは点取りっていうところですごく勉強になってる。そうですね、あとダブルはもう入れに行かないように、はい、思い切って振れるように意識はしてます。別にこう要するに調整しないで思い切って腕を振るっていうことを目指してるんですか。そうですね、なんか入れに行くよりも自分がこう納得いくダーツを投げれた方が、まあ、プラスなのかなと思います。これ狙い方なんですけど、はい、1投目20トリプル60の右サイドからやっぱ狙う感じなんですか。でもちょっと親指に今日は割と引っかかってたかなっていう。それはあまりいい結果じゃない、はい、方向だったんですか。60の右サイドに決まってたらかなり140、100が取れてた感じしましたけど、1本目からやっぱその20トリプルをデッドに狙いくようには今日は意識して、シングルよりもトリプルっていうのをイメージしてました今日は。はい、それとダブルの時ですね、はい、マーカーにしっかりぶつけてダブル決めてたシーンが何回かあったんですけど、あれは自分の中で練習してたんですか。いや練習というよりも今日はちょっとそれをイメージして、まあフライトをスタンダードに変えたんですけど、はい、それにぶつけれるようにイメージはしてました。ダブルの時もじゃあフライトにぶつけて、ダブルを、はい、じゃあ20ダブル、そのエドワード選手との2レッグ目かな、はい、それ決まった時は嬉しかったでしょ。そうですね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。やっぱりこうマーカーを使って自分のフライトを利用する練習っていうのもしてるんですね。まあ練習というよりも今日はそれを意識して、まあ、スタンダードを今日初めて起用したので、はい、まあ、そこをイメージして大きいフライトを使ってるメリットを、まあ、使っていきたいなっていうふうには思ってます。今日のアベレージが85とか、まあ、ちょっと85前後だったと思いますけど、はい、こうどうなんですか、注ぎ選手的に今後こう PDC 目指したいとかそういう気持ちってあるんですか。もうあと5ぐらいは上げたいなっていう、あぜもと選手の時にちょっとこう焦りが自分の中で見えたので、はい、まあ、ちょっと落ち着いて投げようかなっていうその気持ちで今日は1日ですね乗り越えました。あぜもと選手の試合はかなりこう焦った局面があったんです、ね、そうですね、めちゃくちゃ焦りましたね。ということは大逆転勝利みたいな5レッグ目で、うん、割と逆転できたかなっていうような感じですけど、まあぜもと選手も、まあ、めちゃくちゃ上手なので、はい、一筋縄ではいかないかなっていう感じで投げてましたけど、はい、まあ、自分のダーツが通用すれば勝つかなっていうふうには思ってました。はい、まあ、先々どうなんですか、こう PDC 目指したりとか自分の中でありますか。そうですね、まあそれを目標に、まあ、フィドを投げさせてもらって、10月の10日 PDJ も参加させてもらうので。ああそうなんですね、はい、それを目標に一つ一つ勝ちたいと思います。いや本当に、ここ最近の急成長はやっぱり努力の賜物なんですね。そうですね、まあスティール、まあ、めちゃくちゃ投げさせてもらってます、はい、もう子供さんもね、力もだいぶあるんじゃないですか。そうですね、はい、最後にファンの皆さんに一言、熊本の皆さんに一言、はい、今日第8戦目ということで8試合目で初めて、優勝することができました。今後また一つ一つ勝てるように頑張りますのでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。お疲れ様です。はい、ナイスダーツでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。